はい、どうもめちゃねです。本日私たちですね、ハイアットリージェンシー那覇沖縄さんの方チェックアウトしまして、それからウーバーをね、利用してですね、次のねホテルダブルツリーバイヒルトン首里城の方にね向かっていきたいなというふうに思います。今ねなんかポップコーンとかね準備されてて、なんかイベントやる感じなんでしょうかね。まあ最高のホテルでございました。ということでね、あのウーバーが到着しましたら、これからね、向かっていきたいなと思います。行ってまいります。それではね、チェックイン手続き完了しましたので、ものの5分もかからず終わりましたので、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。はい、本日はね17階のお部屋にアサインいただいております。久しぶりに来ましたけど、結構ね賑わってますね。はい、ということでね、本日こちら1723コースという形ですね。はい、今ね荷物を、入れていただいております。まあ、こんな感じでプレミアムデラックスのね、お部屋という感じでございます。はい、いかがでしょうか。まあなんかね、やっぱり綺麗は綺麗ですね。はい、いい感じです。ビューもこちら側は、シティビューでね、プールが見える側となってますけど、あ、結構ねこっちプール入ってる人多いですね。はい、こんな感じのね、ビューです。ではサクッとねお部屋見ていきましょうかね。はい、ということで玄関の方に戻っていきたいなというふうに思いますけど、はい、本日のお部屋はですね、エレベーターホール進んで一番奥のねこちらの、1723号室となってます。まあ、扉ね、あの濃い感じのウッドがね使われてる感じですね。はい、で入って右手が、はい、まあこんな収納スペース、セキュリティボックスとかね、アイロンとか、でこちらにアイロン台とスリッパ、シューブラシとかね、靴べらがございます。そして入って左手の方にはお手洗い、ちょっとなんか改装されて綺麗になってる感じしますね。ね、めちゃめちゃここが段がねちょっと高い感じはしますけど、でこちらクラブツリー&イブリンが使われております。ね、なんか新しい感じですね。で、ミキモトコスメティックもこのように置いてございます。はい。まあ、元の、ユニットバスが改装されてね、綺麗になったという感じじゃないでしょうかね。はい。うん、雰囲気ね、かなりいい感じです。ドライヤーが見当たらないですかね。なんか別のとこにあるんでしょうかね。はい。そして、入ってね、こちらになんかナノケアがあったりとか、お水ですね。で、こちらコップだったりとか、アイスペールと電気ケトルがございます。コーヒーはね、こういう感じですね。はい。で、荷物ね、置く台があります。下もね、空いてるんで、荷物ね、収納していただくことできます。そして、まあ、プレミアムデラックスだからなのか、プレミアムからなのか、ちょっと覚えてないんですけど、このように、ネスプレッソマシンも置いてありますので、地味にね、嬉しいですね。はい。あ、ドライヤー、ここなんだ。まあ、収納スペースが限られているという感じでしょうかね。で、こちら、冷蔵庫。まあ、からですね。で、ゴミ箱があって、ここら辺にティッシュだったりとか、薬管とか、インフォメーションがね、置いてございます。で、チェックインの時にね、クッキーとかいただいてますし、お帰りなさいませということで、このようにね、メッセージカードもいただいております。はい。まあ、その他ですね、このようにハッピーアワーのご案内等をいただいております。で、テレビがあって、はい。ドレッサー兼みたいなね、デスクみたいな感じ。ここら辺は、非常にどうだろう、ちょっとファイヤースティックとか差しづらい感じですかね。はい。まあこんな感じのね、お部屋でございます。まあなんかね、築年数は経ってるとは言っても、まだまだね、現役で、いい感じじゃないでしょうか。どうでしょうか。
久しぶりにね、やってきました。はい。じゃあね、早速これからハッピーアワーの方に、向かっていきたいなというふうに思います。はい。で、コーヒーとか、まあお酒もね、多分飲めるんですけど、いただいて、ケーキいただいて、18時までね、プール行ける感じなので、今ね、ちょっと暖かくなってきてるので、レイ君連れてプール行ってみようかなと思います。はい、こちらね、ハッピーアワーの方に来ました。コーヒー、紅茶、ビール、泡盛、ワイン、ソフトドリンクなどね、いただくことができます。はい、早速ね、ビールをいただきました。ビールのおつまみにはね、キッシュとか、もうテイ君がね、手出そうとしてますけど、なんでしょうね、これなんか桜っぽいやつね。ティーを食べて、どうぞ。で、レイ君とかにはね、こういったチョコケーキみたいなやつなんですけど、はい、じゃあ食べてください。落ちちゃうから落ちる。はい。うん。おいしい？おいしい。ぐるんぐるんぐるん。はい、ということでいただいていきます。ああ、うまい。これね、サクッといただいたら、プールの方にもね、駆け込みでこれから入っていこうかなと思います。うん。はい、ということですね、こちら、プールの方にね、向かっていきます。今ね、もう4時回るところなんですが、6時までね、入れるので、入っていきたいなと思います。結構ね、人入ってるんですよね。うわー！ネギ混ぜる！なんだ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 ん。次に浮かんでるじゃん。はい。はい、という感じで、入ってますけど、ハイアットと変わらないですね。普通に冷たい。みんなよくめっちゃ入ってんなっていう感じですよ。はい、めちゃめちゃ風冷たいです。水が冷たいです。てかでも気持ちいいね。気持ちいい？楽しい？はい。で、建物の感じね、こんな感じですね。まあ、やっぱりね、ちょっと南国っぽい感じしますよね。はい、ということで、ね、ちょっとね、楽しんでお部屋の方にね、戻っていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、チェックインが終わってハッピーアワー行ってプール行って今お部屋の方でね、一段落というところでございますが、早速ね、Wi-Fi 速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方が出ました。ダウンロードがね、4Mbps、アップロードが 11Mbps となってまして、Wi-Fi 速度としましては 10Mbps となってます。まあ、全体的にね、やっぱり速度的には遅いと、いったところです。まあ、通常のね、ネットサーフィンだったりとかは問題ないんですけど、まあ、やっぱりライブをね、お届けするとかっていうのはちょっと不安定かなというふうに思います。まあ、ただね、今、PC の方は、LAN ケーブルがあるんで、有線でね、接続してるので、まあ、今晩のね、ライブにつきましては、それで安定するのかどうかっていうのは、ちょっとね、確認が必要かなっていったところでございます。はい、ということですね、もう、どれくらいぶりでしょうかね、かなり、久しぶりとなります。こちら、ダブルツリーバイヒルトン、首里城さんの方にお邪魔させていただいております。今日ね、意外と混んでるんですよ。で、まあ、3時ちょっと前ぐらいにチェックイン手続きね、させていただいたんですけど、意外と空いてるなーっていう印象で、でも部屋埋まってるんだよなと思ってたんですけど、今しがたですね、ちょっとロビーの方に、行ったところ、団体のお客様がね、かなりいらっしゃったので、まあ、それが原因でね、混雑してるのかなといったところでございます。ということで、まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、また今晩、ライブをね、22時半からお届けする予定となりますので、そちらのアーカイブにつきましては上の方にね、リンク貼っておきますので、よかったらね、ご参照いただければな、というふうに思います。まあ、とりあえず、ちょっとゆっくりしてね、レイ君もかなりね、今日お昼寝もしてない状況なので、多分ご飯食べたら早めにね、寝るんじゃないかな、というふうに思うんですけど、まあ、ちょっとね、夕飯をどうしようかな、っていう感じですけど、適当にね、食べて、ライブをお届けできればと思います。ということで、また明日の朝ね、お会いできればと思います。はい、おはようございます。いやー、無事にね、眠ることができました。今日はね、あいにくの天気というか、まあちょっとね、結構曇っていてですね、まあ気温自体は今24度ぐらいなので、まあそれなりに、
暖かいのかなっていう感じはしますけど、またね、プールはちょっと寒いんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあ早速ね、レイ君も腹ペコなので、これからね、朝食食べに行きたいなというふうに思います。はい、これからね、朝食ですけど、結構ね、賑わってますね。はい、今ね、ダイヤモンドメンバーということで、すぐね、10組ぐらい待ってるんですけど、ご案内していただけるということなので、早速ね、これからレストラン内に入っていきたいと思います。はい、早速ね、ご案内していただきました。もう10組ぐらいごぼう抜きなんで、すごいですね。そしてこちらがね、ダイヤモンドメンバーの、まあ、特別メニューでございます。本日のスープと、ウークジ天ぷら、そしてトロトロ軟骨ソーキ、豆乳入りフレンチトースト、ワッフルベネディクトでございます。腹ペコ。こちらね、妻が持ってきたもので、しりしりとかですね、まあ、ソーセージ、ポテトとか、沖縄そば、そしてね、タコスまである感じですかね。タコライスか。はい、美味しそうですね。レイ君は腹ペコで、めったに食べないパンを自ら頬張って食べてます。そしてね、ダイヤモンドメンバー限定のメニューで、本日のスープとですね、こちらがですね、ウムクジ天ぷらでございます。そして、トロトロ軟骨の、ソーキ醤油煮、そして豆乳入りフレンチトースト、そしてね、こちらはワッフルベネディクトでございます。美味しそうですね。はい、とりあえずね、こんな感じでチーズオムレツだったりとか、これはタコライスですね。今日はなんかグリーンがいっぱいな感じしますね。目玉焼き、はい、そして、沖縄そば持ってきました。カレーもね、後で食べたいなと思います。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。今日は、まあ、やっぱりね、コロナ明けという感じで、久しぶりですね、これだけね、混んでるっていうのはね、非常にいいなと思います。結構ね、ご飯がなくなってたりとか、沖縄そばのスープがなくなってて、補充がね、間に合ってないみたいな感じもありますけど、はい、まあ、いただいていきたいと思います。あ、うまっ。なんかチーズオムレツがね、置いてあったのもいい感じですね。伸びてます。うん、うまっ。はい、そしてね、トロトロ軟骨ソーキです。美味しそう。うん、あ、これうまっ、うまっ。これもう一回食べたいなと思う。そしてね、カレーも持ってきました。うまっ。うん、まあ、ちょっとね、曇り空ですけど、これいただいてゆっくりしたらね、プールにちょっと行ってみたいなと思います。はい、ということですね、朝食をいただいてプールの方で遊んできてですね、今お部屋の方に戻ってまいりました。いやー、あっという間ですね。もうね、なんやかんやもう12時半ぐらいという感じで、今日はね、13時チェックアウトという状況でございます。まあ、結構ね、混雑してましたね。チェックインの時はね、比較的空いてたんですけど、まあ、6時ぐらいに外国人の団体のお客様がね、チェックインされてたので、結構ね、やっぱり稼働率は高かったです。で、今回ですね、久しぶりのダブルツリーバイヒルトン、那覇首里城さんの方に訪れたのはもう2年とかね、そんぐらい経つんじゃないかなと思うんですけど、久しぶりに来ましたけど、まあ変わらずという感じです。まあ、ところどころですね、水回りがリニューアルされてて綺麗になってたりとか、しますけれども、まあ、やっぱりね、あの家族連れ、お子様連れには、まあコスパも良くてね、非常におすすめなホテルじゃないかなというふうに思いました。あのプールなんかもね、レイ君だったりとか、そうですね、小学校低学年ぐらいのね、あのお子様でも、まあだいぶあの満足できる、施設となってます。結構ね、街中から近くて、あの観光もできるし、リゾート気分も味わえるコスパのね、いいホテルだと思いますんでね、ぜひあの機会があればご活用いただくのはいいんじゃないかなというふうに思います。で、昨日はですね、まあ、ちょっと利用することできなかったんですけれども、1日ね、あの1人、ウェルカムドリンクいただくことができるので、今日ね、これからチェックアウト手続きを行ってですね、そのままね、ウェルカムドリンク、もうチェックアウトなんですけど、ウェルカムドリンクいただいて、次のね、ダブルツリーバイヒルトン那覇さんの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。まあ、その後ね、海かじテラスとかね、行こうかなと、なんて思ってますけどもね。まあ、今日はね、まあ、結構、気温自体は25、6度出てるんですけど、まあ、日差しが出てないんでね、比較的過ごしやすいといった感じです。まあ、プールなんかはちょっとまだ肌寒い感じですね。はい。
ということで、まあ、久しぶりに来ました。まあ、次行くね、ダブルツリーバイヒルトン那覇さんもかなり久しぶりという状況なので、どんな感じかなというところで楽しみでございます。はい。ということで、ね、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残していただけると嬉しいです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひチャンネル登録と、こちらね、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。